はい、こんにちは。今年も2023年、12月も末になりましたが、昨年も出しました、動画なんですけれども、今年使い倒したアークテリクスのアイテムを、ご紹介していきたいと思います。で、今回は今これジャケット映ってますけども、ジャケット編、インナー編、シューズ編とかこう分けながら2つずつですね、比較しながら説明していきたいと思っております。一番最初アークテリクスの、ジャケットからいこうと思います。まずこちら、アルファ SV ですね。まあ、それと、こちらアルファ AR なんですけれども、この辺の、ジャケットの方を説明していきたいと思います。こちらのアルファ、SV に関しては、ジャケットの中では一番生地が丈夫で、しっかり、しているということで、安心してどの山にも、使えたというところと、まあ、色が黒なので街でもですね、使うことができました。まあ、止水ジッパーになっていて、まあ、どんな雨でもどんな、雪の時でも安心して使えたというところと、あとこちら、サイドの方ですね、脇のところから、風も抜けましたので非常に使いやすい、ものです。まあ、もう少し、このガサガサ感のない、つるんとしたものもまあいいんだと思いますけれども、まあ山の中、では、まあこれが一番丈夫なので、まあ氷や、石や枝や、まあいろいろ硬いものに、ぶつかったりしますから、まあその辺でも安心してね、使える、他商品だったのと、やっぱりアルファ SV ということで、まあ一番高級でしっかりしたものなので、安心感がありました。あと、まあ、ヘルメットのとこですね。被った時に、ここら辺の、寸法の調整だとか、できるようなドローコードがついています。ね、中にもちゃんと、ポケットもついていて、しっかり、しているな、というところが、こちら、アルファの SV で、いろんな、雪山で今年、使ったなという印象です。アルファの AR の方ですね。まあ、オールラウンドの方ですね。になります。まあこれなんで買ったかっていうと、山の中では真っ黒でちょっと映えないので、青とか赤とかね、少し派手なものを探していて、こちらの青いものを購入してます。アルファの AR もゴアテックスプロを使っているので、ゴアテックスとしては最高峰のですね、ゴアテックスプロになります。こちらの騎士のですね、このガサガサとした感じが AR の方は少し柔らかい生地になってますんで、その辺が使いやすいかなと。まあジッパーの感じとかはほぼ一緒で、中のポケットもちょうどこちらの脇のところの、風が、まあ、抜けるところも含めて、まあ、仕様としては同じ感じでの仕様にはなりますが、まあ、山の中では真っ黒よりは少し明るい方が、華やかなのかなと。 AR の方が、軽く、感じてますね。まあ作りはほぼ一緒ですかね。やはり重さが軽くて、肌感がちょっと変わったかなという形ですけど、まあ、どちらも最高に、気に入っていて、使いやすい商品になりますので、ジャケット編はこちらで説明をさせていただきました。はい、続きまして、まあ、ウィンドウシェルですね。風が強い時にさっとちょっと着たい、そういう、まあ、ジャケット軽いジャケットっていう感じですかね。ウィンドウシェルをご紹介します。まあ、こちらの方がちょっと大きいんですけれども、こちらがスコーミッシュフーディー。あとこちらが、フードが付いてないスコーミッシュジャケットですね。こちらのスコーミッシュフーディー、まあ、小さくなるんですけど、このように胸のポケットのところを開けますと、こんな風に開いていきます。で、これ最初ちょっとこう、シワが
あるように見えるんですが、このシワがですね、切るとすぐなくなります。アークテリクスの、まあ、ロゴが普通に入っていて、先ほどこの胸のポケットのところをくるくるっと、中反対に回して入れましたけども、こちらになります。で、まあ、非常に軽くてですね、カバンの中に忍ばせておけば、朝晩の少し寒くなった季節とかね、そういう時にも使えますし、まあ、仕事なんかでも、さっとこう羽織ると、雰囲気がガラッと、変わりますので、すごく重宝する商品になります。こちらのフードがついてますので、雨が降ってきた時とか、あと風が強い時、あと寒い時ですね、今11月、まあ、12月寒い時、耳とか冷たくなりますから、かぶっちゃったりすることもあります。こちら本当にね、撥水性もあって使い勝手がいいので、年間を通して本当に使う頻度が多い商品になります。そしてこちら、スコーミッシュジャケットの方ですね、こちらも同じように胸のポケットから、まあ、フードがついていない部分だけが、こちらは、その分が軽くて小さいというんですかね。こちらの特徴としては、まあ、フードがないので、首周りがすっきりしてますので、まあ、フードが必要ない、まあ、天気のいい、登山だとか、まあ、普段着なんかでも、まあ、首元がすっきりしていて使いやすいし、かっこいいです。秋田のね、栗駒山行った時には、少し稜線から寒くなってきましたので、これを羽織って、歩きました。まあ、山登りって登ってる時は暑いので、どんどん、洋服を脱いでいって、上がると少し寒い、でそこで風も吹いてくるというような時に、こういうウィンドシェルっていうのはすごく使える、商品だと思います。こちらご紹介させていただきました。続きまして、シューズの方です。こちらのアキラス M の方から、説明していこうと思います。まあ、こちら重さが、270g ということで、万能なアプローチシューズです。まあ、岩場を歩くことを想定して作られたデザインということで、簡単なホルダーの課題やジムの壁くらいならささっと登れると。まあ、ビブラムソール使ってますので、グリップ力が、高いんですけれども、最近すごくこれ履いてるんですけど、なぜかというと、この折って履けるんです。すごく便利、本当にビブラムソールでしっかりと濡れた路面を、高いグリップ発揮してくれるので、非常にいいですね。あと中もですね、すごく柔らかくて、フィット感が抜群で、クッション性があるという、こちらのアキラス M の方を最近はよく、実は履いています。こちらコンシールの FL シューズになります。片足 260g ということで、ほぼ、先ほどのアキラス M と、まあ、一緒といえば、一緒なのかなと思います。まあ、こちらはね、ここのとこが、倒れないようになってますので、逆に しっかりしてますし、比較してもらうと分かる通り厚みがね違うので、まあ、こちらの方がより山なんかでは足の負担を軽減させてくれるんじゃないかなというふうに、思います。こちらも同じ、ビブラム、ソールになってまして、まあ、裏見た感じはほぼ同じ、感じですかね。あと少し、アキラス M よりも中側の立体感があるので、より気持ちがいいというような、靴になります。タウンユースでも十分使えるというところで、まあ、昔、まあ、定番だった商品ですね、になりますが、この2つどちらも今年1年万能に使い倒しましたので、ご紹介させていただきました。このように潰すこともできますし、ね、こういうふうに履けます。感じです。
続きまして、シャツの方をご紹介していきます。こちら今年1年で、まあ、すごく来たのがこちらのグリソン LS シャツと、スカイラインシャツ、まあ、こちらが半袖でこちらが長袖だったので、まあ、こちらはどちらかというと、まあ、夏以外の季節で、こちらは逆に言うと夏、あとこちらは夏でも山小屋とかですね、3000メーター級とかは、寒いので、そういう時には持って行ったりしました。まずはこのグリソン LS シャツの方から説明します。まあね、長袖が欲しかったんで買ったんですけれど、やっぱり一つ一つがね、本当にしっかりできてます。アークテリクスのシャツなので、まあ、金額は張りますが、しっかりできてます。あとちょうど首の後ろ一番、背中のとこですね、汗かくところにちょっと違う汗がベタッとくっつきにくい、生地を、用意してくれています。そしてポケットですね、ポケットに関してはこちらの脇から入れる仕様になっていて、胸のところに特別引っかかりものがないように、考えています。ちょうど背中のところに、アークテリクスの刺繍が、ついている商品になります。そしてこちらスカイラインシャツですね、スカイラインシャツ、ちょっとボタンが変わっていて、こういうような、洒落たボタンになっていて、赤いステッチがついてます。で、一番上だけはこういうプチッとね、くっつくタイプになっています。まあ、夏に着るのでこの通り少しこう透け感がねあると思いますが、ヒヤッとしていて風通しがとてもいい商品になります。やはり襟がついているので T シャツよりは少しフォーマルに着れるかなというところ、あと同じ位置にアークテリクスのマークが印字されています。まあ、これ以外に茶色の半袖シャツも持っているんですけれども、私はこの黒いスカイラインシャツを今年1年はよく着たということでご紹介させていただきました。はい、T シャツの方からはこの2つですね、モータースクールネックシャツ SS ですね。まあ、これ同じものなんですが色違いということで、私大好きな、まあ、青そしてオレンジと、使い分けてます。 92.4g ということで非常に軽いのと、一番気に入ってるのはこの肌触り、ちょっと動画ではわからないと思うんですが、本当に最高の肌触り、本当に気持ちがいいですね。おそらく繊維とかその辺がすごいのかなと思うんですけれども、まあ、汗もすぐ乾きますし、フィット感がとにかく、最高で、こちら着ています。ちょうど肩のところにこういう反射ラインが入ってますんで、まあ、トレランとかでちょっと走ってたりすると、前で走っていますよっていうのがちょっと分かりやすい感じですかね。あと、胸のところにこちらにアークテリクスの表記が入っております。まあ、ガラッと色が違うだけで雰囲気が違うので、気分に合わせて使い合わせてますが、何が気に入ったかっていうと、とにかくこの肌触り、ぜひ着ていただければと思います。はい、今度パンツですね。こちら、サイフォン AR パンツ、それとパリセードパンツですね。まあ、使い分けは、こちらは、夏山、あと春、秋という時期ですね。あとこちら生地が、しっかり、厚いので、冬と、寒い時期の秋と春という使い分けになります。まあ、伸縮性がね、まあ、あるパンツなんですけれども、腰のところ汗がかきにくいような仕様と、柔らかい感じでちょっとスウェードっぽい、ちょっと柔らかい感じで腰にフィットしやすいような感じになっています。あと撥水性がすごくいいので、雪なんかもある程度撥水してくれます。まあ、お水もね、撥水してくれるので、まあ多少の小雨なんかだと十分これで歩けます。あと中の、まあ、生地が、
ちょっとフリース素材で汗がかきにくい、素材になってますので、この辺が寒い時期、まあ、気持ちがいいですね。あとポケットがこちら、横についているのと、あとこちら、脇にこちらついてます。中はこういうちょっとメッシュの生地になっています。それと足元の方ですね、こんな感じでここちょっと広げることができますので、靴履いたままですね、ちょっと大きめな靴を履いたまま、脱ぎ着きがちょっとしやすいというところと、あと靴や、まあ、アイゼンなんかで ここがしっかり硬い素材でできているので、傷がつきにくいような仕様になってますので、長い間ですね、使える、仕様になります。またこの通りここすごく伸びるんですね。本当に伸縮性があって伸びて、まあ、カットがこう見れば分かる通りかなりこう立体裁断になってますんで、その辺が、履いた時にシルエットが、まあ、すごくいいというところですね。こちらが、まあ、3シーズン、まあ、通常使える、まあ、パリセードパンツですね、まあ、腰のところは同じような、気持ちいい素材になっているなってまして、中がねこの辺の作りが先ほどとちょっと違って、爽やかなサラサラとしたね感じの素材になっているので履きやすいと思います。ポケットの方は、こちら脇に、ついているのと、あと足元ですね、ちょっとここにもポケットが、ついているという感じです。あとお尻のポケットですね、お尻のポケットも、ついています。テラテックス、ポリエステル 96% ポリウレタン 4% というこの仕様がサラサラとしていて、ストレッチが効いて、である程度の撥水性があってということで、非常に使いやすいパンツになっていますのでご紹介いたしました。最後になりましたがミドルレイヤーです。まあ、今年1年やはりこの2つが一番きたかなっていうふうに、思ったので一番最後にちょっとご紹介します。こちらアトムの AR フーディー、こちらがアトムの LT フーディー、 LT ですからライトですね、AR ですからオールラウンドになります。まあ、季節的にはこちらが12月から、3月ぐらいまで、こちらは、同じ季節かぶれますけれども、あとは10月11月、4月5月ぐらいがちょうどいいのかなというふうに思います。まずはこちら、AR フーディーの方の説明をいたします。まあインナー、まあ、さっきミドルレイヤーってお話しましたけども、アルファ SV の、まあ、中に、着込んだりすることもできますし、私の使い方はどちらかというと中というよりももうこのまま外ですね、外、会社の通勤に来たり、まあ、外でもう本当に使ってると、いう使い方を私はしております。まあ、耐水性や透湿性、防風性、とにかくオールラウンドの AR なんですけれども、まあ、コアロフトってアークテリクスで言ってまして、まあまあ、コアロフトの量もまあ最も多いんですけれども、まあ、薄手から中厚手ぐらいのダウンという、まあ、イメージですね。でちょうど首のところはこのように寒さが入ってこないような加工がされていて、こちら、まあ、ダウンのフードをかぶるのと、まあ、同じような感じなんですけど、カサカサした感じがなくて肌にはスラッとこう入ってくる感じですね。胸にアークテリクスのマークがあります。中開けますとこのような感じの作りになっていて、中にポケットがね一つここに、隠されております。まあ、アトムの LT との大きな差はここの脇ですね。この脇のところもコアロフトがたっぷり入っているのがこちら AR、 それに、引き換えこちら LT になりますが、 LT はこちら脇の部分ですね、脇の部分がコアロフトとは、別の素材になっています。まあ、フリースのような素材なんですけども、規制がやっぱり全然違いますね。
まあ、今年、どちらも雪山で使ったんですが、やっぱ AR の方はどうしても汗をかいちゃうんですけれども、LT の方はこういう抜け感があるので、こちらの方が、そういう面では使いやすい。この部分の、コアロフトの量も少し少ない、ものになってますので、重量もね当然、軽いですし、より、すっきり、しています。あと細かい、こういう、コード関係の仕様とかポケットの感じは変わりません。まあ、アクテリクスの社員全員が、持ってると言われているのがこちらの LT フーディー。まあ、黒ばっかりね着てても、まあ、街中ではいいんですけれど、アウトドアに出るとやはりちょっと華やかなものが欲しくなるので、色ついてるものを、購入したというような経緯なんですけれども、こちら今年はこちらの LT の方が、より来たのかなと思います。私の今年使い倒したアークテリクスの14点、まあ、ファッション系のものばかり、ご紹介させていただきました。あとはね、バッグだとか、細かいグッズだとかね、携帯電話のカバーだとか、まあ、いろんなもの、ありますが、まあ、今年1年本当にアークテリクスの商品でいろんなところを連れてってくれて本当に良かったんですけども、やっぱり物がいいのと、あと肌触りだとか、あとポケットの位置だとか、いろんなところが、まあ、究極にですね、やっぱ使う人をちゃんとリサーチして、しっかりとしたものづくりをしてくれてるというのが、もう何を手に入れても、失敗したってことがない商品ばかり。そういうことで、今年1年、この商品に囲まれて生活できて楽しかったなと思ってます。またあの2024年もアークテリクスの新しい商品なんかも購入したり、よりまだあんまりたくさん着れていないアイテムもありますので、その辺のご紹介も今後もしていきますので、また来年もよろしくお願いいたします。